はい、国際観艦,艦式に韓国を招待したっていうんですよ、関係新聞ね、レーダー照射未解決の配慮を示したというんですね、岸田さん、はい、これはどうですかねだって、レーダー照射問題で不審ゴリゴリで韓国は国を挙げて嘘800並べ立てたわけでしょう、最後、開き直って傷ついたって言って被害者面したわけですよ。 でその韓国に「ああの国際観艦式するので来ませんか?」っていや日本は謝れとええー、でちゃんとね再,再発防止し,、えー、しろって言ってんのにいよいよ自衛隊機近づいたらまた照射するしって言って開き直ってるわけでしょ嫌やなやつだよねそれに対して「観艦式来ません?」ってええー、誘う方も誘う方だけどねで来るのがね いいやいや来たらさどの面下げてくるんだろうねあんな嘘を並べ立てでさ嘘つきまくってバレたら逆切れ俺たちは被害者だっていう次からもまた照射してやるっていう,うそうどのどんな顔してくんでしょうどの面下げてくるんでしょうかで旭日記反対とか言って軍国主義とか言ってるわけだよ観艦式当然自衛隊の船は必ず旭日記上げてますからね 海洋自衛隊機ですからそれは当然上げてますよね、えー、そこに何のこのこと出かけてきて旭日記の、えー、立ってるところ来るんですかええー、いや来るのか来ないか分かんないけど来ても来なくてもまあおかしな話ですけどねというかそもそもなんで呼んでんだって話ですよこれ変に誤解されないかしらええー、多分これ韓国側はまあ一定の配慮もしくは まさに踏み絵を踏ますとかね来るのか来ないのかえ来たら来たで翌日き認めてんじゃんみたいな来なかったら来なかったでえー、そうなんだみたいなね踏み絵を踏まそうとしてるんじゃないかっていうね岸田さんがそういうね悪事を働かしてねちょっとギャフンと言わせてよんじゃないかみたいなあつっていうね、まあ、そんな風な見方ももちろんできるわけなんですけど韓国側はどう見えるかって言ったらそうそう誰か書いてるその通り日本折れたってなるわけです。 やっぱそこまでして日本は韓国との関係改善を求めているんだってなるわけですよ、えー、であんなレーダー照射であそこまでね日本は怒ってたけどもやっぱり、えー、日本がね頭を下げて仲良くしてくださいと言って頼んできたあこれが韓国側の見方でしょそれ以外ないですよ ああそう、日本は頭下げてきたんだ。へえ、と。やっぱり日本にとって韓国は必要な国なんだね。韓国がないと日本はダメなんだねと、と。じゃあそんなんだったら、じゃあ、まあ、じゃあ顔出してやろうか、みたいな。まあまあ、そう、だから変、誤ったメッセージを出しちゃうんですよ。日本だと到底そうはなんないだろうっていうふうになるんだから。だからこれはね、誤ったメッセージですよ。観観式に呼ぶ必要がないですよ。 はい、というか読みますよ政府は23日今年11月に海上自衛隊が開く国際観艦式に韓国軍を招待していることを明らかにした3年前の前回観艦式は自衛隊機への下記完成レーダー照射などを踏まえ招待を見送った今回は日韓関係の改善に意欲を示す尹政権への配慮を示したが 自民党からはレーダー照射問題のけじめを求める声も上がっている。国際観艦式は、えー、西太平洋海軍シンポジウムに合わせて開催。松野官房長官は23日の記者会見でロシア以外の加盟諸国を招待していると説明した。日本が観艦式に韓国を招くのは7年ぶりとなる。自衛隊と韓国軍の防衛協力は停滞を続けている。 発端は文在寅政権下の2018年12月に起きたレーダー照射、まあ、さっきやったからもう細かい話はしません、はい、これ以降冷え切ってるわけですよ、はい、で食い違ったままで交戦規定も変えて次からまた照射するぞと言ってるわけだけどもさすがにそれはこれはじゃあ変えてやろうみたいなねええー 慈悲深い韓国様がね、えー、それは変えて戻してやろうみたいな、えー、感じなんでしょうね私たち日本からしたらはあ <laughs> バカじゃないのって感じですけども何招待してんだって話ですよねえー、なんかこのなんて余裕ぶってるというか観音様気取りっていうかねえー、やめてほしいですよせっかくね安倍さんがね いろんな楔を打ち込んでね日韓関係が元みたいな変なね何でもかんでもいう要求を聞き続けなきゃいけないようなそういう歪んだ日韓関係を断ち切ってですね正常化したんですよこれこそがまさに国交正常化ですよ、えーえー、せっかくそういうふうに導いてきてくれたのになんでここで、えー、謝れとまず嘘ついたことから導つついて謝れって言ってる相手にね今詰めてる最中に えこっち遊びに来ないってそんな詰めてんだよ今 <laughs> これね本当勘違いされるからやめてほしいんだよこういうのはねはい